はい、皆さんこんにちは。戦国立志伝やっていきたいと思います。ライレンさんね、これ私どう見ても攻めれてないよね。あ、整備まだある？整備まだできないね。あ、これだね。お、5までいける？はい。あ、ライレンさんじゃなくて後藤さんに任せましょう。で、怪獣いっときましょうか。あ、ここめちゃ支持率下がってんね。たまちゃん。で、続けてで、ここ悪いね。で、ときさんかな。あとこっちは持っとかないといけないね。ね、そんな感じでとかないと。あと上の城。あれ、上の城、武将3人しかいない？あ、上の城ね、坂下城か。うん、ここもちょっと励んでほしいけど。お？はい。なんでこんなに兵少ないの？ん？出てる？いや、出したのこっちだよね。長野城からしか出してないから。ちょっとよくわかんないね。ちょっとこの音羽城攻略はね、やっちゃダメ今。今ここ仲悪くなっちゃうからね。やっちゃダメ。これほっときましょう。で、今、この2300が潰せそうだね。私の方で。じゃあ行っちゃいましょう。よいしょ。これ、ケツから撃てないの？あ、行って行って。今度行って行ってる。あ、帰った、秀吉さん。あ、ダメだ。追っかけれないでしょ、これ。これを潰しましょう。この2つを潰しましょう。挟み込みましょうか。で、こうして、こうして、こうだね。で、あなたはこっからここ行きましょう。もう挟み込んで潰しちゃいましょう。あ、逃げた。うわー、やられたね。どこ行くんだこれ。どこ行くつもりだ。ご命令ください。はい、月の収支です。報告いたします。はい。あー、そう行く。松が、うん、そうだね、織田が来るのは、ああ、これ捕まえたかったな。まさかだよ。逃げられちゃったね。怪獣？まあ、怪獣ぐらいかな。71%、悪いね、ほんと。あ、ガモンさん？ガモンさん、あ、3しか上がんない。じゃあ、ガモンさんじゃなくてもいいか。チューボさん。うん、3しか上がんないもんね。これは無理か。でもこれ、私こっち行っちゃうと、この人攻めちゃうんだよね。あー。それはよろしくないね。ケツから刺せるのかな？あ、どこ行くんだ、これ。おー。じゃあ、ライレンさん。ライレンさんもこっち行っちゃおう。織田を行っちゃおう。で、あなたね、いっぺん戻って。お、金先生の方にすぐ、ああ、どうぞ。これだけあればと。これ、私、攻撃してないよね。あ、今度私が攻撃しちゃった？いや、違うね。これ、青木って書いてるから。お、私がやっつけてんね。新たに軍略を習得したか、我が家から天下に姫さんと。これね、すごいタイミングがね。あれ、織田家やっつけたとそのままにしてると、今度私が攻めちゃうことなんだよね。常に戦闘たちは北条家の発展に血を注いできた、相模の獅子こと北条氏康。全てを北条のために捧げた氏康は一つの悔いを抱きながら、今際の際にいた。まあ要は臨終しそうなんだよね、多分。氏政これと。はあ、この人今度に前継いだ人だね。今度子に継ぐんだ。ふふと。つい先日までお前を残していくなどとてもできると思うておったが、頼もしくなったなと。そんな我らにはまだまだ父上が必要ですと。わしがおらずともお前には弟たちがおる。みんなお前とは違い、戦の際に恵まれておると。はい、頼もしい弟たちですと。
お前には戦の才はなくとも多くのものを束ねる才があると。それは弟たちにはなくわしにもない才、お前のみが持つ大いなる才と。宇治政、今のお前になら心置きなく北条を託すことができると。父上と、聞け宇治政と。わしのただ一つの心残り、それは影虎のことよ。あら、ここにも影虎さんいるの？やつとは結ぶべきではなかった。やつは人にあらず、神仏の側に立つもの。ああ、これやっぱ謙信さんでいいのかな。人を導くことはあれど、己の道を歩むが本意で、民に寄り添おうとは しないと。おあ、民寄りじゃなくて、っていうことなのかな。あ、そうなのね。その点、腹の棒は違うと。我欲に満ち、卑怯も厭わぬと。だが、それこそが人というもの。あの男ならば民を守り、民と共にあろうとするはずだ。そうなのね。わしがしさば春信と結べ、影虎とは手を切るのと。春信っていうのは武田さんかな。は、仰せのままにと。許せ、北条のためと思うておったが、わしの過ちであったわと。そのようなこと、父上のお心は北条の心にございますと。宇治政、頼むぞ北条、我らが知恵、我らが民よと。あ、我らが知恵か。我らが知恵、我らが民よと。父上と。小田原城でしたっけ、北条さんね。めちゃくちゃ硬いんですよね。これは私はあれで思い知りましたね。軍友伝でね。あらゆる侵略を退け、民を愛し守り続けた北条氏康と、彼の背には一つの傷もなく、顔に受けた傷は優秀な証として、氏康傷と称えられた。氏康は彼の愛した一族、家臣たちに見守られ、静かに息を引き取ったと。皆の者、悲しむは今日限りとせよ。明日よりまた、我らは戦い守らねばならんと。父から継いだこの家、この地、この民をあらゆる者から守り通すのだと。はい。で、北条氏政が北条氏康の後を次新たに大名となりましたと。はい。松ヶ島にて約2000の兵が約1000の敵と戦っておる。我が方が優勢だと。はい。はい。あ、城下町で砲術入ったかい。おーおーおー。で、このまま松ヶ島城は取られたらたまったもんじゃないので、こうだね。これ一歩間違えたらえらいことになりそうなんだよね。あ、で、そうだね。よし、41日分、20日分。おう、もう、ま、行っちゃえ。どうなんだこれ。内政取引、お金あるに兵糧もあるね。 11.7 いいね。はい。で、家宝は何。あ、ちょっとだ。あ、これ4000だと安いかな。で、ああ、密談してましたっけね、誰か。あ、いいとこ来てね。徳川家から抜けるかな。ああ、この人抜ける。4ダメだな。じゃあ、もうこのままいっちゃいましょうか。あ、ごめんなさい。で、なんかちょっといろいろ激しくなってきてますね。よし。はい。はい、七里さんね。もう七里さんマックスなんじゃないかな。有効がね。さあ。んで、私松ヶ島城はやっちゃダメだよ、まだ。これ落とせるよね。37日分。あー、いけるね。私騎乗しちゃおうか。お、加勢いたそう。どっち。おー、あ、こっちもか。まあ、これ落ちるね。例えば、でもこれ奪っちゃダメだよね。今こんなとこで揉めてる場合じゃないわ。織田だわ、織田。今なんか受け取ったかな。で、あなたは。あ、桃地三大優待。おお、お、勝った。捕まえてないだろうね、どうせね。いや、戻ってください。よし。もうこれは今ちょっと本当に協力してやらないといけないね。絵の具の技もまたと。はい。モダが
あ、本心、本心、今の願いをどんどん続けてくださいと。表情を始めましょう。はい。先月の収支です。はい。報告いたします。はい。民は10万ドル、あ、投資ね。はい。さあ、どうしよう。どうしようって言っても、もうね、どうしようもないんだけど。はい。ならば、ガモさんにお願いしちゃいましょう。あ、私もやった方がいいのかな、経験入るかね。怪獣、お、これ怪獣やっててほんといいよね。はい。怪獣はやってる方がいいね。助けてくれっかね。いざ言うときにね。ここも入れとかないといけないね。これ私が行こっか。うん。ほとんどなんかね、もう全国出ちゃうと、すっことなくなるんですよね。あとはもう、またなんか来たなぁ。新たに能力を習得しましょう。お待ちから、天下のトワーンと。はい。甲賀衆の怪獣が功を奏しと、ああ、怪獣ね。はい。いや、もうね、なんか来てるでしょ、これ。織田の背後、誰か来ないかなぁ。まあ、徳川と織田は結んでるんでしたっけ。今どうなってんの？え、待って、断絶になってるけど。今まさに戦をしている敵だ。え？してないんですけど。あ、就航なったわ。以前は共に戦ったことがあると朝倉家。断絶になっちゃったね。私のあれが悪かったのかな。今まさに戦をしている敵だって言われたら襲っちゃうよ、ここ。いや、でも織田がね、こう通っていくとは思わなかったね。お互いの敵がいるはずなので仲良くできそうな気がするんですけど、もうね、断絶してるからね、織田はね。就航になったので、これ同盟してるんでしょうね。ここもそうですから。あ、我々は盟友であるなってね。こっちはまだ信用がゼロか。でも、就航してるっていうことだね。さあ、じゃあ、そことまたこれがないので送っていきましょうか。どん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 日経ちますけどね。あと、本能寺の変まで10年ですね。じゃあ送っていきましょう。いや、これね、音は攻めろって言われたけど、今音は攻めたら絶対ダメだもんね。こんなの音は取ったらとんでもないわ。ね、これどう考えても、これで音は襲うっていうことはね、まあ多分戦力的に取れないんですよ。取れないですけど、それここと仲悪くなるってことは、もう周り敵だらけになっちゃうからね。いや、私石山ごぼうに引き返してもいい、石山ごぼうに引き返してもいいんだけどね。わざわざに今戦をしてって、わざわざ取らなかった。はい、ナイツね。来ました。さあ、徳川家から人引っ張りましょう。はい、引き抜きね。はい。で、また新たな密談始めましょうか。あ、これ取り込みだ。取り込み。あ、国認証取り込みね。これ取り込んだら人口増えるんですけど、そこの皆さんなくなるんで、いなくなるんですよね。まあ、敵から奪われることもないと思うんですけども、逆に考えたらね、敵から奪われることもないんですけど、助けに来てくれることもないと。ああ、いい人見っけ。ああ、弱いな、パンチが効かないな、これ読んじゃダメだわ。いや、出てきたこの人。うちに来てほしいな。歴史的にありえないんでしょうけどね。ああ、送りましょう。いや、この任務はちょっとダメだね。これ破棄できないのかな。すべての任務が達成しと。いや、こんなんやったら絶対ダメだからね。ああ、ダメダメ。もナイツの使者が到着したようです。藤方朝成から返答がありますと。これほど必要としてくれさるとはと。はい、表情を始めましょう。はい、はい、
これ周辺の要所からっていうのは多分ね、この辺から来てるってことですよね。おそらくこの人所、坂下とか、こういうとこから人が集まってきてるよっていうことだと思うんですけども。はい。七里さんね、もう七里さんマックスでしょ。あの七里さんのね、このね、まだ七里さん怒ってるかな。いや、でも前上がったんだよね。七里さんは。これで見ると、七里さんね。ね、もうこれ私、マックスだから有効が。で、忠誠を見ると、まずい草にはまだ言ってんの？所領が働きに見合って、あ、でもね、ここでは主とはうまいことやっていけそうだ。下妻ライレンドは尊敬に値する。ライレンドの役をいただいた優れた上司に、おお、ね、目指す天下は、賢女様と同じだ。上司として、あ、上代として期待に応えた。ああ、いいね。うん、来てる来てる。うん。いいよ、来てるよ。うん。あ、そうそう、そんな、その話じゃないんだわ。それじゃないんだわ。あ、こっちだね。よっこいせ、よっこいせ。この人ね、私ね、このね、影のつき方かな。これが黒いイヤホンはみてるに見えるんだよね。これイヤホンに見えちゃうんだよね、私ね。すごくイヤホン聞いてる坊さんみたいな感じに見えちゃうんで。まあどうでもいい話ですが、あ、時間超えちゃったわ。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。戦国立志伝終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。